はい、こんにちは癒しの朗読やアリアですいつもご視聴ありがとうございます今回は山本修五郎作妻の中の女をお送りしますこの作品は1955年昭和30年小説クラブに掲載されたブケモノですこの年の流行語は三種の神器、最低ね のいろーぜ、頼りにしてますぜ。ヒット曲は、田舎のバスで、南国土佐を後にして、月がとっても青いから、などがありました。また、この年に、日本初のトランジスタラジオが発売されました。妻の中の女、江戸から御用金調達のために帰国した江戸画廊、忍教書は、代々の上代画廊で、 その並びなき異性と、底抜けのわがままと、絶え間なしの言うととで、誰知らぬものはありませんでした。帰国して五日目に召集した老職会議で、教書は黒書院の上座に座り、はじめからいたけだかで、会議というよりは一方的に要求を押し付けるという感じでした。そんな教書に物申したのは、若き勘定奉行、若杉大二郎でした。 それでは最後までごゆっくりどうぞ。妻の中の女、山本柊五郎、一、北高太夫、上代我老四十歳が下城して、風呂から上がったところへ、 カフが飛ぶようにしてきて、江戸から忍様が到着された、と伝えた。何と高田ダは不審そうにカフを見た。江戸から誰が来たってカフはもう一度繰り返した。高田ダは天井を見上げ、それからまたカフを見た。今死者が馬で知らせに参りました、とカフは言った。 三時に鳴沢へご到着、遺跡に宿をお取りなされたということです。死者は他へも行ったようか。こちらだけのようでございました。では、間のへ知らせて、と高大は家父に命じた。篠田、大村、徳島、それから奉行職は残らず、できるだけ早く鳴沢へ参るようにと伝えてくれ。家父は承知して下がった。 高太夫はちょっと嫌な顔をした。どんな風というほどはっきりしたものではないが、少しばかり消化不良を起こしたような顔をし、それから身支度をするために礼を鳴らした。間の駐在門、席石画廊52歳は、総林町の大川屋九兵衛、藩の御用達56歳と語を囲んでいた。江戸画廊、 忍ぶ教書が帰国した、という知らせを聞いたとき、中在門の語は窮地に陥っていた。わかった、と中在門はカフに言い、万丈を睨んだまま額の汗を拭いた。どうやら廃局のようだな、こんなはずはないのだがな。打ちかけといたしますか、と九兵衛が言った。 忍様のご帰国ではお急ぎにならなければいけますまい。中在門は、残念だなとつとやいた。中止するのが残念なのか、負けそうな局面が残念なのか、いずれにせよ真剣な口ぶりでそう呟き、いかにも心残りな様子で石をご計戻した。久兵衛はさりげなく、江戸家老の来藩は何のためか、と探りを入れた。 探りを入れずにはいられない事情が大川屋の立場としてはあったのである。中在門は曖昧に口を濁したが、久兵衛は材料のご調達ではないかと問いかけた。さて、いかがなものか、と中在門は巧みに逸らした。ともかくこの一曲は私の負けということにしよう。そして盤上の石を集め出した。 死の第一馬、年寄り役三十八歳は、夕下の禅に向かった時、間の中在門からの知らせを聞いた。彼は箸を投げるように置いて、支度支度と妻女に怒鳴りながら立ち上がった。その勢いがあまり激しかったので、脇にいたせがれの幾馬、七歳が怯えたように震え出した。大村直人、 年寄り役肝入り四十三歳は、若杉大二郎と話していた。大二郎は、勘定奉行で二十七歳。直人の娘の志保のと婚約ができていて、その日は晩餐に招いたのであるが、その支度のできるまで直人の居間で話しているところだった。話題は、開婚地の養水堀不審のことで、 これには志保のも手伝いに出ていたから、彼女もそこで話に加わっていた。志保のは19歳になる堀部神の手伝いで、力仕事もするし、日に焼けるから朝黒い肌が引き締まって、目つきにも口ぶりにも健康で爽やかな力感が満ち満ちていた。真野からの知らせを聞くと、直人は遠惑したように、相変わらずだな、とつぶやいた。 大二郎の目がキラッと光った。今に始まったことではないが、とナオトは言った。前触れもなしというのはわがまますぎる。例の問題ですね、と大二郎が言った。ナオトはそれには答えず、せっかくだが晩さんはまたの折にしよう、と言った。大二郎はきつい目つきでナオトを見た。 鳴沢へいらっしゃるんですか上代からそう申してきている。奉行職も全部ということだから、そこもともすぐ帰って支度をするがいい。とな人とは言った。余計なことかもしれないが、場合が場合だからな。へそを曲げられると一層厄介なことになるぞ。鳴沢へ参りましょう。と大二郎は言った。しかし、 ことによると皆さんのお気に入るようには参らないかもしれません。それはどういう意味だそのままの意味です。と大二郎は立ち上がった。では、鳴沢でご国。志保野に別れを告げて大二郎は出て行き、志保野が彼を玄関まで送り出した。時島修霊、町奉行三十五歳は、 彩女の仕立てた合わせの雪けを合わせていた。彼は雪が長い。と言い、彩女は寸法通りです。と言った。彼はムッとして、寸法などはどっちでも俺のけに合えばいいんだ。と言い、妻は妻でやはりムッとして、そんなことをおっしゃっても、殿方の雪けは大抵決まっているのですから、とやり返した。 ああ、そうですか。と彼は言った。すると、六尺の男も四尺の男も同じ雪丈の着物を着るんですか。あなたの背丈は六尺でも四尺でもないでしょと妻は言い返した。私は世間並みの着丈のことを申しているんですわ。ああ、そうですか。と彼は頷いた。すると私は、 世間並みの人間ということになるんですね。それはどうもありがとう。それは。と言いかけたとき、若い歌詞が江戸画を帰国の知らせを告げに来た。シ礼は口から棒を突っ込まれでもしたように背骨をまっすぐにし、あっけに取られたような目で妻を見た。妻は冷ややかにその目を見返し、ずんとした声で言った。 喉へ骨でもお使いなすったのですか。この夫婦は仲がいいので評判であった。森千之丞、氷奉行29歳は、その日、溶水堀不振に必要な材木の切り出しをするため、枠平九郎、作事奉行31歳とともに山形を回ってきた。午後から出かけたのであるが、思いのほか時間を取られ、 枠の家へ帰り着いたのは、もうあたりが暗くなる時刻であった。平九郎の家へ寄ったのは、打ち合わせることが残っていたからで、二人ともわらじばきのまま庭へ入り、縁側で平九郎が彩女に茶を命じていると、まだその茶の来ないうちに若杉大二郎が現れた。大二郎は彩女に案内されて、縁側を急ぎ足にやってきて、 江戸から忍武教書が来た。と言い、刀を置きながら二人の間へ座った。二人はびっくりして彼を見た。前触れなしに来たのはこっちの不意をつくためだ。と大二郎は言った。我々は腹を決めなければならない。ここでしっかり相談をしておこう。二。2. 忍武教書、江戸家老五十八歳は、 機嫌よく酒を飲んでいた。鳴沢は城下の東一里。ほとんど街道に沿っている温泉地で、当時宿が十四五軒あり、芸妓などもいて繁盛していた。伊関は古くからの本人であって、藩主の宿所でもあるし、公式には武家だけしか止めなかった。主人の伊関玄右衛門は五代目で、 年はまだ二十七歳だったが、教書のことはよく知っていた。忍家は代々の上代画廊で、教書も八年前までは上代を務め、その並びなき異性と、底抜けのわがままと、絶え話の言うとおとで誰知らぬものもなかった。若い女中たちによく気をつけてくれ、と、冒夫の源右衛門がよく母に言っていた。 忍様はお癖が悪い。お屋敷でもうっかりすると次女に手をつけるそうだし、ここへいらしてもすぐ女中に目をつける。顔馴染みになるとそんなことはないが、来たばかりの若い女中などは特に危ない。そこをよく注意して間違いのないように気をつけてくれ、というのであった。教書はずっと独身で過ごし、 四十三歳になってようやく結婚したが、それは自由に誘等するため、どんな良縁があっても拒み続けたのだと言われている。夫人は篠田氏で、結婚した時は二十六歳だったが、教書の誘等癖は相変わらずだったし、八年前自分から無理に望んで江戸画廊として赴任する時も夫人は同伴しなかった。その後二回、 法要のため帰国しただけで、夫人は八年間ずっと固形を守っている。夫婦の中にはまだ子がないし、教書は江戸でも盛んに遊ぶという噂であった。だがもう心配はないでしょう、と若い伊関玄右衛門は母親に言った。お年もお年だし、江戸で散々遊んだのだから、 こんな田舎の女中などに目をつけることはないと思いますね。多分そうでしょう。と母親もうなずいた。それに、今いる女中たちは不細工なものばかりだし、芸妓集も大勢いることですからね。まさしくその通り、教師は芸妓を8人並べて、ひどく上機嫌に飲んでいた。それがこの土地にいる芸妓の全部だった。 江戸から友をしてきた従者は9人。皆20代の若者ばかりで、林伝介と丸山三之助は歌詞。大沢五郎太夫は江戸屋敷の剣術師範。他の6人は過労食付きの書記や使い版などである。五郎太夫は民ヤ派という抜刀流の上手で、教書の推挙により召し抱えられたのだそうだが、 すっかり教書に浸水しているらしく、常にそのそばから離れないし、今度の帰国にも市販薬という職分を怠ってまで共に加わってきたのであった。かすけお前ババアになったな。と教書は豊島稽古の一人に言った。もう孫でも背負って毎日お寺参りでもしているだろうと思ったのに、歳はいくつだ 今年あたり本気がありか。はばかり様、ま、とその女が言った。午前はおっかさんと間違えていらっしゃるんでしょう。おっかさんがお尺だった頃に午前から口説かれたって言いますからね。あたしはやっと十八になったばかりですわ。うん、五十八か。それにしては若く見える。 神なんぞつやつやしているが、かつらだな。はい、御前様のお下がりですよ。大沢五郎太夫が声を上げて笑った。教書が何か言うたびに、五郎太夫は全身の動作で反応を示す。んに耐えないという風うに膝を打ったり、肩を揺すって笑ったりする。他の従者たちも、 教書の一便一生に気を配っているらしいが、五郎太夫の表現は露骨すぎて、逆に教書その人を軽薄にするようだ。確かにこんな席での教書は軽薄な当時のように振る舞うし、名門に育ったというだけのわがままでこなれていない人間にしか見えない。だが、上代画廊としての過去を知っているものは、つまり老職や当時の側近は、 その際立った業績と、稀に見る俊敏さと、そして軽薄に隠れた老下さを忘れてはいなかった。日が暮れて、食台の明かりがようやく輝きを増し始めたとき、城下から老職たちが次々に到着した。第一に、死の第一万。彼は、教書の夫人の実弟に当たる。ついで、来た高太夫。 魔の駐在門、大村直人、河合、林田、堀内、吉岡などという人たち。少し遅れて、森仙之城、枠平九郎らも現れ、罰席から帰国の祝いを述べた。これこれと教書は、武行職たちにも機嫌よく呼びかけた。こういうところで堅苦しいことはやめだ。一つ使わそう。 これ来て受けてくれ。そして一人一人に酒好きをやった。主演は賑やかに続けられたが、みんなかしこまっていた。くつろいでいるのは教書だけで、芸妓たちまでが全老職が集まったからであろう。ひどく神妙になり、いかにも窮屈そうに尺をして回った。すると、最後に一人だけ遅れて、 若杉大二郎が入ってきて罰席に座り、高い声で挨拶を始めた。みんなびっくりして振り向いた。あまりに突然であり、キパキパと高い声だったので何事かと思ったのである。教書も逆付きを持ったまま半ば口を開けて彼を見た。もうよし、それでいい。と教書はすぐに遮っていった。 こんな場所でしきばったことはやめだ。一つ使わすからこれ前れ。私はごめんこうむります。いらぬ遠慮するな。酒づきを使わすから前れというのだ。いただけません。と大治郎が答えた。正面から挑みかかるような調子なので、一座は急にしんとなった。教書も黙って疑わしげに大治郎を睨んだ。 どういうことだと教書が言った。私の酒付きを受けないというのか私は御用判断です。と大二郎は言った。ご帰国と伺ったのでご挨拶に上がったのです。酒をいただきに参ったのでもなく、そんな糸間もございません。そして彼は主演の席と、居並んだ芸妓たちを眺め回し、これで失礼いたします。 と言いながら立とうとした。待て、無礼者と大沢五郎太夫が叫んだ。貴様、ご家老に向かって。大二郎が五郎太夫を見た。よせと教書が言った。構うな。御用はんたと会ってはやむを得ない。好きにさせろ。大二郎はさっさと出て行った。 土生骨のありそうなやつだな。と教書は間の駐在門を見た。何者だ若杉大二郎。と駐在門が言った。との直々の大勢で三年前勘定奉行に任命された者です。教書は黙ってゆっくりとうなずいた。三。 そのあくる早朝、若杉大二郎の家で湧平九郎と森千之城とが広げた図面を前にジムの打ち合わせをしていた。今日も山形を回るため二人とも野馬釜を履き、キャハンをつけていた。そこへ間もなく大二郎の母親と弟の小三郎21歳が出てきた。母親の彼女は握り飯を持った盆を持ち、 小三郎は茶道具を持っていた。ご苦労様です。と彼女は盆を置きながら言った。お友の方が見えませんね。友のものは食べてきたそうです。と平九郎が言った。いつも造作をかけてすみません。茶をここへ置きます。と小三郎が言った。彼女と小三郎はすぐに去った。 二人は握り飯を食べ、茶をすすりながら、なおしきりに図面の方へ目をやっていた。堀部心に必要な溶剤をどの山から切り出すか。木の適否、運搬する距離、労力の高などについて、平九郎は作事奉行、千之城は氷奉行として、それぞれの立場から検討し、主張する点がまだいくつかあった。 相当なものだ。と平九郎が図面を見ながらつぶやいた。彼は相当なものだよ。千の城は茶を飲もうとして目をあげた。若すぎさ。と平九郎は微笑した。昨夜の勢いではきっとやるぞ。うん。と千の城は頷いた。やるだろうね。見物だな。見物だ。 と、千の城はまたうなずいた。平九郎は首を振って、いずれ書院会議があるだろうが、その時こそ、と言いかけた時、若杉大二郎と大村の娘、志保のとが出てきた。大二郎も志保のも百姓のような格好をしていた。大二郎は次の当たった腰切りの筒袖に桃引き、志保のもほとんど同じ身なりで、 ただ、襦袢の襟が鮮やかに白く、下に桃引きでなく、たつつけを履いていた。まるで野良へ出る百姓の男女という姿で何か話しながら出てきたが、こちらの森も枠も、おそらく見慣れているのだろうが、格別驚く様子はなかった。二人に頼みがある、と大二郎が言った。今日はこの人を山へ連れてってくれないか。 山へだってと平九郎が言った。堀武士の方の手がちょっと空きますのと四方野が言った。それで、まだ乙富山を拝見したことがございませんから、一度見ておきたいと思うのですけれど。しかし、道が大変ですよと千之丞が言った。道も険しいが、道のないところも登ったり降りたりするし、 行き返りゴリはありますからね。志保のは微笑した。それはよく話したんだ。と大二郎が変わっていった。決して迷惑はかけないと言うから、すまないが連れて行ってやってくれ。私たちの方は構わないよ。ありがとうございます。と志保のが黙礼した。ではあちらでお待ち申しております。二人もゃくを返し、 志ほのは戻っていった。平九郎は握り飯の残っている盆を押しやり、茶をぐっと飲んでから、何か自分たちのすることはないか、と大二郎に聞いた。ない、心配はいらない、と大二郎は答えた。黒書院の会議があるんだろう、と平九郎が重ねて聞いた。その時、俺たちに何かすることがあるんじゃないか することがあればするよ、と千の女が言った。何かあるならそう言ってくれないか。大丈夫だ、と大二郎は言った。ただみんなが動揺しないように抑えていてくれればいい。江戸画廊は俺が引き受けるよ。二人は顔を見交わした。相当なもんだ、とでも言いたげに。 互いの顔を見交わしながら座を立った。彼らは玄関で身支度をした。大二郎もわらじを吐き、脇差しだけ刺して見送りに出た彼女からすげがさを受け取った。玄関の外には二人の友の者と志保のが待っていた。彼らは門を出てからそれぞれの傘をかぶった。そこで左右に分かれるのだが、 大二郎が志保のに何か注意を与えているとき、一人の侍が近寄ってきて、若杉という家はどこだと呼びかけた。大二郎が振り返った。それは大沢五郎太夫であった。三人とも名は知らないが、ゆべ主演の席で大二郎を無礼者と呼んだ男である。若杉の家はそこだ。と大二郎が言った。 傘を取れ、下ろうと相手が言った。この城下では侍に対する礼儀を知らんのか。大二郎は平九郎と千の城に行ってくれ、と手を振った。二人は躊躇した。志保のも気遣わしそうな目で見ていた。大二郎は、いいから行ってくれ、と強い声で言い、 彼らが歩き出すのを待って五郎太夫に振り返った。この領内の百姓は、と太次郎は言った。仕事着でいる場合に限って傘を脱ぐ必要はない。とのお一人は別だが、上代画廊の前でも傘のまま通ることが許されている。そんな作法は聞いておらんぞ。では覚えたわけだ、と太次郎は言った。 若杉に何かご用かその声は、いかにも、と傘のまま頷いた。私が若杉大二郎だ。用事を聞きましょう。五郎太夫は彼を見上げ、見下ろし、長老するように唇を歪めて、これはこれは、と言った。国元では勘定奉行が畑仕事をするのか 国元では、と大二郎が言った。非番の時に遊んでいる侍はない。畑も打つ、田も作る。必要があれば土も担ぐし、土部もさらう。自分のためではない、ご奉公の立ちにだ。侍には侍のご奉公がある、と五郎太夫が言った。百姓や土方の真似をしなければ満足にご奉公がならんとは情けない話だ。 そこもとは新参だな。何が新参だ不代なら名を聞こう。こちらが名乗った以上、そこもとも名乗るのが礼儀だ。五郎太夫はふんと鼻を鳴らし、それから相手をじらすようにゆっくりと自分の名を名乗り、江戸屋敷で剣術師範をしているものだ、と言った。そうだろうなあ、と太二郎は頷いた。 不代なら今のようなことは言わぬはずだ。俺が何を言った侍には侍の方向があるという言葉さ、と大二郎は言った。今の藩の五代所がどんな状態か不代なら知っていなければならない。今この藩では侍だからといって土色していられるようなゆとりは少しもない。老人描写でない限り、 皆自分にできる働きをして、ご内性回復の足しにしているのだ。では、俺などは図色くしているというのか。そこをどいてもらおう。私にとって非番の日は大切なんだ。五郎太夫は、待てと怒鳴った。四。待て俺の問いに答えろと五郎太夫は目を向いた。 今の言い分だと、俺は図色くしていることになるぞ。確かにそうか。それは私が答えるまでもない。そこもと自身で判断すべきことだ。この間に、近隣の者が死後にこちらへ寄ってきてモンを聞いていた。皆大二郎の知人であるが、五郎太夫が、俺はそこもとの答弁を聞くぞとわめき立てると、さらに近くへ集まってきて、 若杉さん、何事ですとか、喧嘩ですかなどと呼びかけ、喧嘩なら女性すると言わんばかり、五郎太夫の背後を塞いだ。何、喧嘩ではない。と大二郎が傘のまま首を振った。こちらは江戸から忍様の友をしてこられたので、国元の事情に不安内だから、私の言うことを誤解されたらしい。 だがもういいでしょう、大沢さん。私はこれで失礼します。そして彼は大股に去っていった。五郎太夫も集まってきた人たちの目から逃げるように、屈辱の怒りで震えながら、そこを去って忍家へ戻った。教師はまだ鳴沢にいるが、彼と二人の歌詞は、夜明け前に城下へ来て忍家にわらじを抜いた。 丸山三之助、林伝助の二人は、教書に命じられた要件があり、すぐさまその奔走にかかったが、五郎太夫は格別用がなかったから、一つ勘定奉行を脅してくれようと思って若杉を訪ねたのであった。牧年人どもと五郎太夫は一人で下打ちをした。田舎者のヘボ頭の牧年人ども、見ていろ 今に俺がどんな人間か見せてやるぞ。クソ野郎めが覚えていろ。その日いっぱい、五郎太夫は一人で相場通し続けていた。教書は午後に屋敷へ入った。ここでまた家臣たち中心以上が帰国祝いに来るはずであった。しかし来たのは、辞席の間の中細門だけで、 中裁門は他の者は皆御用反対のため来られない。と断りを言った。そうらしいですな。とそばにいた大沢五郎太夫が口を出した。お国元では老人と病人の他は皆内職稼ぎで忙しいと聞きましたよ。教書が不審に彼を見た。本当です。と五郎太夫は言った。 私はこの耳で、環状奉行殿から聞きました。環状奉行だと教書が言った。その方、若杉に会ったのか。その、道で会いまして、それで。教書は、よし、と手を振り、みんな下がっておれ、と言った。彼らが去ると、教書は妻を呼んで思考を命じた。 小助と差しで飲むのは久しぶりだ。今日は大助小助でごゆっくりやろう。仲裁門は穏やかに笑った。二人は古くからの親友であった。教書が大助、仲裁門が小助と呼ばれていた頃から教書が江戸画廊に赴任するまで、口論一度したこともなく、親しい付き合いが続いた。わがままで独善家で、 人に好かれることのない教書にとっては、心から打ち解けて話のできる、ただ一人の友であるが、自分ではそれに気がついていないらしいし、その変わることのない友情も、中在門の一方的な忍耐と努力によって支えられてきたもののようであった。二人は話しながら飲んだ。九時には夫人の発音が座った。 発与は四十一歳という年よりはるかに若く見える。おもながのおっとりとした顔立ちで、地蔵眉毛とやや尻下がりの目とにこぼれるような愛嬌があった。豊かに、しかしまだ引き締まっている胸。腰の丸みやしなやかな手指などには、まだ女盛りを思わせるようなこびとなまめかしさが感じられた。 教書は全く彼女を無視していた。用事を言いつけるほかは、ほとんど話しかけることもなし、彼女を見ようともしない。昔からこうだった。と、中在門は心の中でつぶやいた。15年前に結婚した時から、妻に対する教書の態度は冷淡であった。格別嫌っているわけではないし、忍家の主婦として、 その位置は十分に認めていた。しかしそれだけであった。嫌いもしないが愛しもしない。単に妻と認めるだけで他には何の感情も持たないようであった。時にあの感情奉行だが、と教書は話題を変えた。あの顔はどこかで見たように思うが親は何というものだ。 若杉藤三郎と言って、大番の頭を務めていたが、七年前に病死したよ。うん、と教書が言った。しかしあの若さで、どうしてまた勘定奉行などに抜擢されたのだ。殿直々の五人目だと、昨べ言ったはずだがね。どうして殿が彼をご存知なんだ。藤三郎の妻女。 かのという人だが、それが殿の目の途に上がったのだ。と、中在門が言った。殿はよほどお気に入られたそうで、五天から下がって帰国した後も、常に消息を問われたり、ご貸し品が来たりしたし、ご修法を遊ばされて初のご入部には、上中へ召されて年頃にいたわられた。その後もご在国の時は、しばしば上中へ召されていたが、 その縁で大二郎も早くからお目に止まっていたのだ。そういうわけか。と教書は苦い顔をした。それであのように強姦なのだな。彼は強姦ではなかったと思うがね。いや、ご意向を傘に着ている。と教書は言った。あの夕べの態度は感情奉行というより、 ご意向をひけらかすデクのように見えたぞ。それは珍しい意見だ。と中在門は微笑した。この国元では彼は今誰よりも人望がある。役目には極めて忠実だし、裁判と実行力があるし、年には似合わぬほど温厚で謙遜だしね。二年前に大村直人の娘と婚約ができているが、 それまでは娘を持っている親たちが上下を問わず彼に熱をあげていたくらいだ。教授はもっと苦い顔をした。仲裁門は傍らの八代夫人に向かって、そうでしたね、と同意を求めた。八代は眩しそうに目を伏せ、何やらためらうように、はと低く答えた。うん。 と教師は言った。すると、よほど老快な人間と見えるな。中細門は途端に失笑した。ちょうど酒を含んだところで危なくその酒を吹き出しそうになり、辛くも飲みおろしたが、むせて激しく咳き込んだ。老快は教書に対する定評である。その本人が人を老快と評したので、 つい失笑させられたものであろう。いや、なんでもない。と、仲裁門は、返しを出して口を拭いた。なんでもないんだ。気にしないでくれ。失礼した。教書はいぶかしそうに、じっと旧友の顔を見守っていた。五。帰国して五日目に、教書は、老職会議を招集した。 場所は上中の黒書院。全老職のほか各奉行にも通達があり、これらは第二次の会議に出るため控えて待つことになっていた。教書は御用金調達のために来たのであった。そのことで春から揉めていた。問題はいろいろあるし、財政難はこの藩に限らず、 大半は大半なりに逼迫していたし、五万石余りのこの藩でも十数年前から内外の債務が増大するばかりであった。そこへこの春、新しく五殿と庭を作るからといって多額な費用調達の要求が来た。国元ではたびたび合議したが、そんな多額な金を出す財源がない。 ご用償の大川や九兵衛に相談してみたけれども、総額の一割くらいならというだけで、それ以上はどうする方法もなかった。そのうちに江戸から開墾した神殿へ課税してはどうかと言ってきた。そうすれば、それを見返りに大阪で釈在ができるというのである。この案には若杉大二郎が反対した。 開墾した神殿というのは、今から12年前に着手されたもので、全面積182兆部余り。これを約90家族の百姓が開墾したのだが、藩では取り入れから向こう10年間は年貢を免ずるという約束をした。現在、全面積の4分の3強が神殿となり、収穫は最も早いもので、 5年前から始まっていて、収穫高もかなり多いのであるが、実際に作付けをしてみると、初めの計画とは推理の点が違ってきたため、今新たに用水掘りの不審を始めているのであった。10年間無税の公約がある、と若杉大二郎は主張した。この状態で課税するのは全く無謀だ。そう言って譲らなかった。 これでは拉致が開かないとみて、教書は自ら予告なしに来たものであろう。黒書院の上座に座った教書は、初めからいたけだかで会議というよりは一方的に要求を押し付けるという感じであった。五点とお庭の新しい造園について、国元の諸行がどう思っているかは想像がつく。と教書は言った。これまで、 どうしてその造営が必要であり、なぜ急がなければならないかについては何も申さなかった。申すことができなかったという方が正しいだろう。従って諸公がこれを理解せず協力を渋っていたこともよくわかる。だが造営の工事はぜひとも今年中に着手しなければならんので、私がこの事情を話すために来たのだ。 教書はそこで言葉を切り、唇の片方の端を曲げながら、目を細めて一人一人をぐるっと眺め回した。それは次に言う言葉に一種の効果を与えるためだったらしい。それから一つ咳をし、返しで静かに唇を拭いた。ご神殿と庭の造影は、と教書はゆっくり言った。 将軍家をお迎えするためだ。老職たちの間に目に見えない動揺が起こった。教書はもちろんそれを認め、一層言葉に重みを加えた。諸公も知っての通り、将軍家のおなりはゆゆしいものである。と彼は続けた。ゆゆしいばかりではない。従来は、 徳川不代の重心。それも極めて限られた範囲を出なかった。土様大名の判定へおなりになることなどはほとんど例がない。これは我が半家にとって何者にも代え難い名誉であり、恐れながら殿のおためにもご面目至極のことだ。教書はそこをできるだけ思々もしく言い、経験に目を伏せさえした。 さて、神殿課税の件であるが、と教書はさらに続けた。自分の方で調査したところによると、すでに予定の9割まで事業が完成し、5年前から収穫が上がっている。向こう10年間無税という公約があるにはそういない。しかし、それは反省が平穏な時のことである。今、半家は内政逼迫で、 他にも非常な負債が累積しているし、家中の侍たちも上下の差別なく食不淵を割いて火薬献金している状態である。まして今度は半券にとって必要各べからざる調達であり、時期も切迫していることだから公約を盾に百姓だけが責任を免れて良い道理はない。諸公にもここをよく考えて、 課税の断行を急いでもらいたい、と教書は言った。その時入り側から、それは愛なりません、という声が聞こえた。教書はもちろん、列座の人たちが皆振り向いた。そこには、若杉大二郎がいた。朝上下で探ざし、片手の扇子で袴の膝を押さえ、きっと額を上げて教書を見つめながら、 その義は愛なりません。と重ねて言った。北殿。と教書が上代画廊に言った。これは彼などの出る席ではないはずだ。どうか秩序作法は守るようにしてもらいたい。それはご家老に申し上げたいことです。と大二郎が言い返した。あなたは神座に座っておられるが、 着座規則によれば、ご状態が第一と決まっております。そうではございませんか教書の顔が赤くなった。秩序作法のことは起きましょう。ご老職方がお認めになっていることですし、私には関係のないことです。しかし、と大二郎は声を高めていった。神殿に年貢を課するか否かの点は、私の役目ですから申し上げます。 それは愛なりません。どうしてと教書は低い声で反問した。どうしてならんのだ現に私の調べでは。それは伺いました。と大二郎は遮った。しかし、その調べは間違っています。もし正確なことが知りたかったら、ご自分でお調べになってください。この俺が、 と教書は言った。自分で歩いて調べるというのか。感情奉行からの報告をお信じにならぬとすれば、ご自分で調査していただくより致し方はありません。国元の事情に暗く、開墾事業の困難さを知らぬ者が、ご家老のお気に入るような数字だけあげても、実際には何の意味も価値もないものです。 その方、何歳になると教書が聞いた。今ご自身でおっしゃったように、と大二郎は構わず続けた。ご内政回復のため、一般全体が急防に耐え、お役のほかにも体の丈夫なものはそれぞれの働きをして、多少に関かかわらずご奉公の足しにしております。特に神殿開発は先頭の様のご異業であり、 完成の暁にはハンコを液することも大きいので、先頃からは自分のものも、いとまいとまには掘り武神の助に出ています。これ皆すべてご内政回復という唯一の目的のためで、くどいくどいと今度は教書が遮った。そんなことは繰り返して聞くまでもない。江戸、国元の差別なく誰でも知っていることだ。 いや、そうではございますまい。江戸ではよくわかっていないと思います。教書は、なんだとと顔を引き締めた。六。もしわかっているなら、と大二郎は平然と言った。新御殿や庭の造営などという問題は起こらないはずです。その方はその理由を知っているのか 将軍家のおなりと伺いました。事実なら、おっしゃる通り、ゆゆしいことです。大二郎は、扇子で膝をすっとなで、教書の目をまっすぐに見つめながら切り込んだ。しかし、それは確かなことですか万に一つも間違いなくおなりがあると確定したのですか教書は答えなかった。大二郎は、 表紙三つばかり黙っていて、それから頷いた。お答えには及びません。と彼は静かに言った。たとえそれが事実であったにしても、辞退すべきです。今、お家にとって大切なことは、栄誉や面目ではなく、ご内政回復の一時だけです。将軍家おなりによって栄誉を得ても、 公約破棄によって領民の信を失えば、ご意向もご政治もめちゃめちゃになってしまいます。神殿に年貢を課する剣は、どなたが何と仰せられようとも愛なりません。勘定奉行としてはっきり申し上げます。その義は断じて愛なりません。教書は青くなり、膝の上の手が震えていた。彼は微笑しながら上大画廊を見たが、 その微笑は気の毒ながらベスを描いているように見えた。これはどうも。と教書は北高大夫に言った。まるでこれは私が左紋にかけられているようだな。よろしい。と彼は太治郎を見た。その方の申すおり、神殿の実地を自分で調べるとしよう。かしこまりました。ご案内は私がいたします。 その方の都合の良いようにか。と教書はやり返して首を振った。無用だ。案内などはいらない。私は自分の目で事実を見る。大二郎は黙って抵当した。教書は列座の人に、事実を見分した上、改めて会議を開く。と告げ、間の仲裁門を目で招きながら立ち上がった。 それに続いて他の人たちも座を立ち、中裁門は教書と共に休息所の方へ去ったが、来た高太夫は大二郎を呼び止め、恐ろしく渋い顔をしながら近寄ってきた。やりすぎだ、やりすぎだぞ、と高太夫は言った。任せてくれと申すから特に任せたが、すっかり忍び殿を怒らせてしまったではないか。 これではぶち壊しだ。我々の面目まで潰してしまったぞ。ご家老は本当に怒ったでしょうかそれは自分でわかっているはずだ。それなら閉めたものです。大二郎はニッと微笑した。私は怒らせてからの勝負だと思っていました。噂によると、ご家老はよほど老下で、 私などでは怒らせることはできないかと心配したのですが、本当に怒ったとすれば、勝負はこっちのものです。司祭を聞こう、と高大夫が言った。あの方は一人天下でした、と大二郎は答えた。異性並ぶものなく、誰一人頭を押さえるものもなく、わがまま一杯にやってこられた。今度の将軍家おなりのことも、 老中の安倍公から座教にほのめかされたのを、そのまま鵜呑みにして五点増営ということになったのだと言います。どうしてそれが分かった夏のうちに江戸へ問い合わせたのです。誰に問い合わせたかは申し上げられませんが、それが事実であることは、返事のできなかったことで、ご家老自身が証明したも同様でしょう。と大二郎は言った。あの方は、 愚か者でも狂人でもない。ないと思います。従って、本気に怒って事実を確かめれば、必ず是非の判断はつくと信じます。それが当たってくれればいいが、と高田優は嫌な顔をし、首を振って呟いた。いた一時俺は生きた空もなかったぞ。実は、ご家老に言うことがもう一つあったのです。 と大二郎はまた微笑した。私はこういうつもりでした。家中全体が窮房に耐えているのだから、帰国したらまっすぐに屋敷へ入ってもらいたい。遺跡へ泊まったり、芸妓をあげて主演をするなどとは、もっての他のことです。こう口まででかかったんです。高太優は、あっというような目で彼を見、お前という人間は、 と首を振りながら言った。そして首を振り振り、若すぎという奴は、とつぶやきながら去って行った。同じ時、老食休息の間では教書と駐在門が話していた。どういうことだあれはどういうことだと教書は黒書院の方へ手を振った。老食表議の席へ勘定奉行などが断りもなく出てきて、 許しも受けずに勝手な暴言を吐く。こんなことが国元では許されるのか。いつからこんな無作法な順序を無視したことが許されるようになったのだ。いつからだ。そんな高い声を出しなさるな。と中裁門が皮肉な口ぶりで言った。順序の無視という点にこだわるとまた彼に突っ込まれますぞ。 あの青二歳が、と教師は言った。忍家は代々の上代家老、北家などには格段に家柄が違う。石寺の第一座に着いたところで。いや、と中在門は遮った。それは順序を無視することになる。城中の石寺には規則があって、表儀の席では役好きなら上代家老が神座です。 また、老職評議には三部行が列するのが決まりのはずでしょう。それは通例に過ぎない。今度は特別の評議であるし、私の発議で開いたのだから。いやいや、と中細門は遮った。今日の評議が特別であればこそ、勘定部行は列席すべきだったのです。私は彼の悲免を命ずる。 中在門は黙って吐息をついた。教書はもう一度、若杉大二郎は悲免だと言った。中在門は黙っていた。教書はイライラと扇子を置いたり持ったりしながら、ややしばらく中在門が何か言うのを待っていた。しかしこちらはやがて、さて、と言いながら立ち上がった。 教書はを見上げて、彼の悲免が気に入らんのかと聞いた。いや、そんなことはない。と仲裁門は一言ずつ区切りながら答えた。私は気に入るも気に入らぬもない。しかし彼は殿のお声がかりで任命された。今でも殿とは 疎遠ではないようだ。上代画廊では悲免できんというのか。北殿はお心のままだろうが、と中細門は考え考え言った。問題なのは家中全体。さよう、家中全体の出方が問題でしょうね。それほど人望があるというのか。しかもその人望は、 彼の実力を認めた上に立っていますからね。教書は、うん、と鼻を鳴らした。七、教書はふと目をそばめ、疑わしげに中細門を見た。今妙なことを言ったな、と教書は聞いた。殿が今でも彼と疎遠ではないと言ったようだが、 中在門は自分の手指の爪を見守り、私の推察に過ぎないがね、とつぶやいた。ただ推察しただけか。いずれにしても、と中在門が言った。将軍家のおなりは確定したことか、とダメ押しをしたとき、こなたも気がついたと私は思ったがね。 と、中在門は目を逸らした。彼は何か真実を知っていた。だからあのように真っ向からダメ押しができた。特に将軍家おなりなどということは、江戸屋敷でも知っているものは多くあるまい。教書は扇子をパチッと鳴らした。殿と俺だけだろう。と、教書は思った。 殿に辞して安倍美濃守邸の荘園に行ったとき、安倍公が終戦してもいいと言った。殿は笑っていたし、規定してからもつまらぬことを言う人だ。こんな話は誰にもしてはならぬ。と口止めをされた。殿は安倍公の言葉を全く信じないか、信じても拒絶するつもりかのどちらかのようであった。お若いからだ。 と教書はその時思った。五万石余りの戸様の判定へ、もしもおなりが実現すれば、天下の諸公に対して非常な妙門であるし、恩代々の半祖のためにも、この上なき栄誉である。そこで、俺は殿には許しを受けずに、新御殿と庭の造営を計画したんだ。と教書は思った。すると、 教師は目をあげた。殿と彼の間にはいつも連絡があるというのか。知りませんね。私はそう推察しただけです。と中細門は軽く会釈をし、そこを立ち去りながら言った。単なる推察です。それだけです。教師は去ってゆく彼の背中を睨んで、うん。 と鼻を鳴らし、それからひどく立腹したような荒々しい声で、茶を持てと命じた。それから約10日、教書は精力的に活躍した。まず、寮内の大地主の代表者7人を1人ずつ呼び、開墾地の実情を聞いた。教書が江戸で集めた情報は、彼ら王子主から出たものである。 それを一人ずつ直にあって確かめたのだが、彼らが神殿開発に利害関係を持っており、ことに向こう十年間無税という点に嫉妬と脅威を感じていることは彼らの口ぶりによく現れていた。教書はそれに気がつかない。彼らの言うことは教書自身に好都合なので疑ってみる必要がなかったからである。 よしよし、あの青二歳目と教書は心の中でもみ出をした。見ておれ、一泡,泡吹かせてくれるぞ。そして彼は父さんに出かけた。教書は家詞二人、林伝助と丸山三之助に大沢五郎太夫を連れただけで出かけた。自分では忍びのつもりで野馬釜にわらじばき、 傘を深くかむっていた。下僕は釣れず、甲虫を菓子に持たせて出かけたが、第一日でからきめにあった。開墾地の山側を回って行くと、用水を引く掘り武神の現場へ差し掛かった。そこでは約七十人ばかりの者が、土を掘ったり、掘った土を木こに入れたり、担いで他へ移したり、 一人の休むものもなく働いていた。大沢五郎太夫は先頭を歩いていたが、現場へ差し掛かると大きな声で、控えろと怒鳴った。みんな控えろ五家老忍様のお渡りだと彼はわめいた。傘を取って控えろ大きな声だからよく聞こえる。働いていた人たちは、 一斉にスキクワをき、木工を下ろしてこちらへ振り向いた。被り物を取れと五郎太夫は叫んだ。ご家老忍様のおあたりだかえろ彼らは傘や放か盛りを脱ごうとした。すると土を木こに入れていたのが、いけませんと静止した。それは女の声であった。 かぶり物を取るには及びません。と彼女はみんなに叫びかけた。働いているときにはどなたがお通りになっても礼をする必要はないとご情報ではっきり決まっています。そして女は五郎太夫の方を見上げた。それは若い娘で、無論五郎太夫は知らないが大村の志保のであった。あなたはどなたですか としほのはご太夫に言ったもしご家老様なら、城下にそういうお触れの出ていることをご存知のはずです。あなたはどなたですかご老太夫は何か怒鳴りそうになった。大沢、待てと教書が静止し、前へ出てきた志保のを見た。彼女をつくづくと見て、それから静かに聞いた。 そのもとは何人の娘だ私は年寄り役大村直人の娘でございます。ほう、と教書は言った。住職の娘がそのようなことをするのか志保のは教書の顔を見た。珍しい動物か何かを見るような目つきである。そして、 答える必要も興味もないというふうに、さあ、皆様続けましょう。と叫び、せっせと木工へ土を入れ始めた。なんという無礼な。と五郎太夫はいきり立った。私は許せない。と彼は震えながらわめいた。ご家老に対するこんな無礼を許すことはできない。私はこいつらを。よせ。 五郎太夫。と教書は叱った。許せぬかどうかは俺が決める。下がっておれ。五郎太夫は、はがみをしながら下がった。教書は、自分では忍びのつもりであったが、行く先々で百姓たちがこちらに見向きもせず、稀に礼をしても、傘や放かむりや鉢巻きのままなので、次第に不愉快になり、 感触が起こってきた。仕事着でいる時は侍に会っても礼をするには及ばない。という不礼が出たか出ないか教書は覚えがなかった。内政回復については農産業奨励の首位で新しい不礼がいろいろ出された。それは国元からその都度請願があり許可を与えてある。だが教書は そんなさまつなことに注意を払った試しがない。従って、ご情報があると言われれば、そうかと思うよりしょうがないし、おそらく事実なのだろうが、現に自分でそれを体験してみると、これは百姓どもを増長させるだけだ。と思い、悪法だ。と思わざるを得なかった。当社の方も、教書の予測とは違っていた。 昼近くまで回った地域は条件に恵まれた地勢らしかったが、それでもなお6割程度までしか高地として完成していなかったし、住まいは皆小屋掛け同様で家らしい家は一棟も見当たらなかった。休息しよう、と教書が言った。あれに見える小屋がいい、そう申して参れ。林伝助がすぐに走っていった。 八。丘が平地へと降りる懐のやぶかげに、馬屋と板倉のついた住まいがあり、百姓の老人と老婆たちがその前庭でそばの脱穀をしていた。林伝介が道からそちらへ降りて行き、彼らに声をかけようとしたとき、後ろで急に何か言い合う声がした。いけませんそれはいけません という高い声が聞こえる。振り返ってみると馬を飛ばしてきたらしい若杉大二郎が教書の前に立ちふさがっていた。彼はいつかの仕事着でわらじばきにすげがさをかむり、片手で馬の口を取りながら教書に向かってつけつけと言っていた。堀武神の現場のことを聞いたので念のため馬でお後を追ってきました。と彼は言った。 先日の表儀の席でも申し上げた通り、百姓はもちろん、家中の侍まで手助けに出て、寸家も惜しんで働いているのです。ご見聞はご自由ですが、どうか働いている者の邪魔をなさらないでください。私が邪魔をしたかと教書が言った。私はただ休息したいのだ。休息して弁当を使いたいのだ。それもいかんというのか わしは、と教書は叫んだ。わしはこの領内では、休息も、弁当を食うこともできないのか。どうぞ、と大二郎は一遊した。その辺に、木陰や草原がいくらでもあります。水がご消耗なら、泉の湧くところへご案内しましょう。しかし、百姓屋へお寄りになることは遠慮してください。 わしに、このわしに。と教書は赤くなって叫んだ。草原で、のてんで、無礼者。と五郎太夫がわめいた。貴様、ご家老に対して、この、もう勘弁ならん。もう俺は勘弁ならんぞ。五郎太夫は刀の束袋を外した。 どうすると大二郎は彼を見た。刀を抜いてどうする私を切るというのか。五郎太夫は、さっきだった目で大二郎を睨み、刀の恋口を切った。大二郎は平然と彼に背を向け、切るなら切ってみろ。と言わぬばかりに、全く相手を無視したまま、よくお聞きください。と教書に言った。 ご家老がお立ち寄りになれば、いかにお触れがあっても、百姓たちは見ないふりはできません。お腰掛けの支度もしなければならない。火を焚いて、ゆちゃのご接待もしなければならないでしょう。ご家老にそのおつもりがなくとも、彼らが仕事の手を少しでも離すことは、わかったと教書が怒鳴った。もう言うなよくわかった そして恐ろしいような顔で大二郎を睨みつけ、今度は潜めた声で鋭く言った。だが覚えておけ。俺は今に貴様を。そして教書は右手を出し、大治郎の鼻先で指を開き、それをぐっと空中の何かをつかむように強くゆっくりと握った。貴様をこう握りつぶしてくれるぞ。という意味のようである。 大二郎は微笑し、黙って教書の目を見ながら、どうぞ、とでも言うように一遊した。五郎太夫はついに抜かなかった。教書はそこで倒査を中止し、弁当も開かずに城下の屋敷へ帰った。彼は風呂をせかせ、魔の駐在門を呼べ、と言い、趣向の支度を命じた。風呂を浴びて出ると、 仲裁門から大川屋と五を打っているから五国参上するという返事があった。つまらぬ男だと教書は言った。昔から九兵衛と打って勝った試しがないのに、まだ証拠りもなくやっているのか。あれだけがマノ様の病でございますねと妻の発祥が言った。五が始まると、 まるで人が変わってしまうのですから。つまらぬ男だ。と教書は言った。酒にしよう。三人に相手をしろと言え。林と丸山、それに五郎太夫の三人が相手に出た。酒は弾まなかった。あんなことのあった後だから、席が弾まないのは当然であろうが、五郎太夫は、 はじめから乱暴に飲み、たちまち酔ってしまった。私はこのままでは江戸へ帰れません。と五郎太夫は言い出した。あの赤像が五家老をあのように侮辱するのを見た以上、その話はよせ。と教書が言った。あいつは五家老を侮辱したのです。これが江戸へ聞こえたらどうしますか 江戸では殿でさえもご家老には遠慮なされている。殿でさえも。と五郎太夫は言った。それを、あの田舎者のひよっこめが、あの、やめろと教書が制止した。その話はよせ、俺が禁ずるぞ。五郎太夫は黙った。しかし、よほど悔しいと見え、その目から涙がこぼれ始めた。 教書は妻に、シャミを持ってこい、と命じた。発用は困ったという表情で、お帰りがわからなかったから、まだ手入れをしないままである。川がダメになっているかもしれないが、と言って立っていった。そして戻ってくると、やっぱり川がダメでございます。と言って、箱に入ったまま教書の前へ置いた。 教書は出してみた。シャミセの皮の裏側がすっかりはしゃいで、銅から半ば剥がれていた。破れジャミセもおつなものだ。と言って今度は糸を調べたが、みんな脆くなっていて、使えるものは一筋もない。教書は、糸を買いにやれ。と言った。発用はますます困惑し、今そういう店はない。 と答えた。有限に関する品は金銭になったので、どこでも売っていない。というのである。教書の額に青筋が立った。そういうことか。と教書は箱を押し合った。よかろう。しまってくれ。そしてまた妻を呼び止め。江戸から来たもの全部に酒を出してやれ。 うん。小物たちにもだ。酒は続けられたが、座の空気は次第に重苦しく、険悪になるばかりであった。教書も酔い始め、小助はまだか、と幾度も言った。小助を呼びにやれ、と怒鳴り、それから、やめろ、酔う必要はない、とわめいた。誰も来る必要はない、誰にも会わんぞ。 小助が来たら追い返せなどとわめいた。教書は酔った。酔ったので、抑えていた感触が膨れ上がり、制御しようとするともっと膨れ上がった。ゴロだゆ、と教書はゆっくり呼びかけた。その方宣告、このままでは江戸へ帰れんと申したそうだな。お聞きになった通りです。 ダメだ。と教書は冷笑した。お前にはできない。お前にはそれだけの度胸もなし、腕もない。私に腕がないとおっしゃるんですか。俺は見ていた。と教書が言った。あの時お前は刀の束袋を外し、使え手をかけた。すると彼はそれを認めながら、 お前に背を向けて俺とモンを続けた。私は、と五郎太夫は目を向いた。私は、切れば切れたのです。俺は止めなかったぞ。私は、と五郎太夫はどもった。しかし私は、俺は止めなかった。と教書は酒を煽りながら言った。 俺はどうするかと見ていた。若杉大二郎は背中を向けていたし、お前は刀の塚に手をかけて、その背中をただ睨んでいるばかりだった。そうではないか。9。五郎太夫は激怒のために喘えいた。その通りです。しかし。と震えながら五郎太夫は言った。 いかに私でも、藩の養殖にいる人間を、独断で切るわけにはいきません。だがもうわかりました。私に腕があるかないか、明日、その証拠をご覧に入れましょう。そう行くまいな。と教書が言った。私がやると言ったら、必ずやります。明日、その証拠をご覧に入れますよ。まあ、飲め。 そう行きまくな。と教書は言った。酒はまだあるぞ。座が活気だってきた。一つのことが引っかかっていたために弾まなかった空気が、その一つのことの処理が決まったので、みんなが初めて解放されたような気分になったらしい。教書は特に陽気になって、常になく深酔いをよし、 まだ日の暮れる前に酔いつぶれてしまった。お前たちは鳴沢へ行って飲め。と教書は三人に手を振った。俺は寝る。お前たちは鳴沢で騒いで来い。だが五郎太夫、お前には明日があるぞ。五郎太夫はニッと唇で笑った。よし。と教書は横になった。よし、行って来い。 女どもを呼んで存分に騒げ。俺は、俺は。そして彼は眠ってしまった。三人は出て行った。初世は夫を新所へ連れて行こうとしたが、眠ってしまって動く景色もない。やむを得ず、次女に手伝わせて枕や掛けや具を運び、そこへ寝かせてあたりを片付けた。教書は熟睡した。 夜の十時ごろまで高いびきで眠っていたが、やがて喉の渇きで目が覚めた。水だ。というと、枕元で返事が聞こえた。見ると、そこに妻が座っており、湯飲みに水をついで彼に渡した。今何時だ。四つを少し過ぎたようです。お前、 ずっとそこにいたのか。はい。お願い申したいことがございましたから。と、初代は夫を見た。教書はいぶかしそうに妻を見た。先ほど伺っていますと、若杉殿をご成敗なさるようなお話でございました。そういうことに口を出すな。と、教書は目をそらした。お前などの知ったことではない。 マノは来なかったのか私、これまで一度もおねだりをしたことがございません。と発酔は続けた。一生に一度のおねだりでございます。どうかご成敗をおやめになってくださいまし。教書は妻を見た。発酔の顔は青ざめ。緊張のために目がキラキラしていた。 どうしてだと教書が言った。それがお前に何か関係でもあるのか初代はつよはつばを飲んだ。夫の目をひたと見つめ、何か言おうとして、舌がこわばってすぐには言葉が出なかった。あれはとはつよはようやく言った。わたくしの子でございます。 教書は首をかしげた。誰の子だってと聞き返すように、発酵はもう一度つばを飲み、コクッとうなずいた。大二郎は、私の子でございます。お前のことは私、と発酵は言った。私、こちらへ参る前に、一度竹へ嫁いだことがございます。 それは縁談のあった時申し上げましたからご存知でしょうけれど、そう言いながら初代はぼっと目の縁をあからめた。十七でとつぎまして、半年そこそこで夫は病死しましたが、私は身ごもっておりました。教書は妻を眺めていた。話を聞いているというより、何か珍しいものでも発見したように、 と目を離さず眺めていた。その家の名は申し上げられませんけれど、と発用は続けていた。夫に三つ違いの弟があり、私と結婚してはという話がございました。けれど私はその方が嫌いでしたので、子を産むとすぐに実家へ帰ってしまいました。その子が大二郎である、と発用は言った。 彼女が離縁した後、その弟が家を継いで結婚し、大二郎は若杉家養子にやられた。若杉では子がなかったので、ぜひとせがんで養子にもらったのである。六年後に初めて男の子が生まれたが、大二郎は長男として育ってきたのである、と発代は語った。産み残してきた子であり。 よそいやられた子ですけれど、と発酔は続けた。自分のこの可愛さに変わりはございません。一生に一度のお願いでございます。ご成敗だけはどうぞ勘認してやってくださいまし。お願い申します。発代はそこへ手をつき、神戸を垂れておつした。教書はまだ妻の姿を眺めていた。 彼は初めて妻を見るような気持ちだった。そうだ、俺は今日まで妻をよく見たことがなかった、と彼は思った。勧められるままに結婚し、彼女は忍家の主婦になった。彼女はいつも主婦のいるべき場所にいたし、主婦のなすべきことをしていた。だがそれだけであった。 当然そこにいるべきものがいるというだけで、それ以外の感情で彼女を見たこともなく、接したこともなかった。しかし今、彼は初めて違った目で妻を見、不思議な感動に浸されていた。初世は幸運なだことがある。彼女が忍家へ来る前に一度結婚した経験があるという、教書は聞いたようでもあるし、初めて聞くようでもあった。 それほど無関心だったのであるが、一度人の嫁になり、その人に愛され幸運だ、ということが教書の目を洗った。今初めて教書は発表の姿に女を見出した。それは極めて新鮮であり、深い感動を伴っていた。こんなに若く、まだこんなに美しい、まだみずみずしいくらいだ。 と教書は思った。こっちへおいで。と教書は言った。お前の頼みは承知した。こっちへおいで。発酵は顔を上げた。そして、夫が微笑しているのを見て、まだいくらか不安そうにそっと膝ですり寄った。もう少しこっちだ。と教書は手を差し出し、発酵の手を握っていった。 お前、ぶへ来てからはこううまなかったな。どうしてだ発酔はパッとうまで染め。それはご存知のはずですわ。と口の中で呟いた。言ってくれ。どうしてだ話してくださいまし。と発酔は握られた手を離そうとした。そんなこと、私存じません。 お願いですから、どうぞお話になって。いや、聞くまでは話さない。と教書は微笑しながら言った。なぜだよそではこう産んだのに、どうして俺との中には一人の子も。と言いかけて彼は絶句し、口を開けて妻を見つめた。はつよ、まさか、まさか一度も。 一度もそれが。発酔は手を振り離し、たもとで顔を隠しながら逃げるようにその座敷から出て行った。この馬鹿者と教書は自分に言った。この放らつな情け知らずの盲人のたわけ者これで目が覚めたか。そして彼はまた自分に言い返した。 分かった。よく分かった。しかしまだ終わったわけじゃない。まだ時はある。償いをする時はまだ十分にあるよ。十。翌日早朝。魔の駐在門の家で教書が駐在門と話していた。俺は兜を脱いだ。と教書は言った。俺の時代は去ったらしい。 上達の件は取り消して帰るよ。みんなが安堵することは受け合いだね。ただし一つ条件がある。と教書は言った。若杉泰二郎には弟があるそうだ。若杉家は弟に継がせて、泰二郎を俺の養子にもらいたい。それが条件だ。そうさな。弟の方が実施だから。 多分いいだろうと思うが、と中在門が言った。しかし彼には大村直人の娘が言い名付けになってるよ。教書はちょっとぎくりとした。堀部士の現場で辛き目にあったからである。だがすぐに頷いて、よかろう、と言った。俺はその娘も見た。似合いの夫婦になるだろう。 すぐ話をまとめてくれ。中在門は承知した。両弾が済むと教書はニヤニヤしながら、夕べは初代の心情を探すのに骨を折ってね、と言った。どの部屋を開けても違うんだ、と彼はくすくす笑った。しまいに初代が出てきてくれたんで助かったがね、妻の心情を知らなかったとは、 我ながらその。そして彼は座を立ちながら言った。江戸へ帰るときは、発祥を連れて行くよ。